式大のシャルル・ラムルー・シャルル・ラムルー1899年12月21日はフランスの指揮者、バイオリン奏者、コンセル・ラムルー管弦楽団を主催した。ワーグナーの音楽をフランスに紹介した。ボルドに生まれた。父親はカフェの主であった。パリのコンセル・バトワールでバイオリン、火星、作曲を学び、1853年から1855年に、 一等賞を二つ、二等賞を一つ得た。その後、オーギョスト・トルベックらにも学んだ。かたわら、1850年、10区のジムラーズ劇場のバイオリン奏者となり、オペラ座へ、ついでパリ音楽院管弦楽団へ移った。1858年、エドアール・コロンヌらと弦楽四重奏団を作った。1860年に、室内楽協会に発展し、 1872年、そのメンバーから新たな弦楽四重相談を結成した。1872年から1877年までパリ音楽院還元楽団の副指揮者も務めた。イギリス、ドイツに旅した見聞からオラトリオの演奏をパリ音楽院還元楽団に提案して入れられず、1873年オラトリオ演奏会の設立を主導し、ヘンデルの メサヤのパリ初演をした。続いて、JS バッハのマタイジュ南曲、ヘンデルのユーラスイコールマカベウス、グノーのガリア、マスネのエーブなどを演奏した。頼っていた妻の罪も乏しくなり、1876年、オラトリオ演奏会を解散して、オペライコールコミック座の指揮者になったものの、半年足らずで総支配人と喧嘩別れした。次のオペラ座でも、 それを繰り返した。1881年、10区にあったシャトード、大劇場から週ごとのコンサートを提案され、新コンサート協会を組織して、10月23日、その第1回を開いた。以降、内外の新しい音楽作品の紹介に努めた。ワーグナーの作品をパリに広めることに意欲的で、コンサートでトリスタント・イゾルデやローエングリンの 全幕の演奏をした。さらに、バイロイトに行って、ワーグナーから、ローエン・グリンのオペラ上演の了承を取り付けた。しかし1871年、不屈戦争に敗れて以後フランスには反プロイセン感情が残り、ワーグナーは、没後に名を嫌われていた。ラムルーが1887年5月3日、ローエン・グリンを旧区のエデンザにかけたときは、共心的愛国者たちの街頭デモが、 上演反対で騒ぎ、公演は一回で打ち切られた。それにもめげず、ラムルーは、1891年9月16日、今度は、オペラ座でタクトを取った。また騒がれ、警官隊が出動する中で、天井さじきから、噛みつぶてが投げられる中で上演されたが、結局は、受け入れられて、ロングランとなった。1893年、ロシアを順演した。ロンドンには、 毎年のように訪れて、迎えられた。1897年、常任を退き、女性の神イーユシュビアールに譲った。教会は、コンセルラムルー教会と改名した。同時期にレジオンドヌール勲章を受訓している。1899年12月、トリスタンとイゾルデを一度ぶり、病を得て数日後の12月21日に没。パリ16区に、シャルルラムルー工事がある。 全校からも察知られるように、ラムルーは短期で和が強く、わがままだった。学院らに、感触玉と囁かれても平気だった。リハーサルの時、ピストルを見せびらかし、準備は万全と言ったという。ありがとうございます。